どうも皆さん、おはようございます。スサノオ。相手モンスターに全体攻撃リュウです。さあ、本日なんですがですね、新しくパックで追加されました、武人をね、使っていきたいと思っておりまして、エクシーズモンスター実装されたんですよ。メインボックスのモンスターほとんど変わってないんですけども、このエクシーズモンスター、スサノオと、つくよみ、こちらをね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。まずですね、武人帝スサノオ、ちょっと縛りがきついです。出し方は。レベル4の武人モンスター ×2 と。スサノオが、ジムフィールドに1体しか存在できないということで、まあ、ヤマトみたいな効果を持っていますね。で、相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃ができるよっていうのと、1ターンに一度このカードのエクシスターを除くと、武人を手札に加えるか墓地を送ると。だから、ヤマトを持ってきたりとか、ハバキの持ってきたりとか、つむがりを墓地に落としたりとか、結構いろんなことができるよと。ただし、出しにくいよってことですね。武人2体なんで。これ、縛りがね、やっぱ辛いですね、このモンスターは。で、つくよみは、光属性レベル4、2体でいけるんで、結構ライトロードとか、この辺で、いけるんですけど、手札、一旦に一度、このカードのエクセスと除くと、手札を全て墓地に送って、デッキから2ドロー。だから、武人機を引いていたら、そのモンスターを墓地に送りながら2ドローできるみたいな、そんなイメージですね。表側表示のこのカードが相手のカードの効果で、フィールドから、離れると、スライムの数だけ墓地の武人の重戦士を、蘇生すると。武人機はダメなんで、武人重戦士なんで、だいたいこの、ヤマトとか、三日月とかなんですけども、やっぱね、どうしてもね、これを出すのにヤマトとかは使わないと思うんですよ、基本的には。なんで、ちょっとあんまり噛み合ってない感はあります、正直。なので、出すとしたら、ライトロード、ビーストウルフとか、アサシンとか、この辺のレベル4モンスターと、武人機とかと、こういうモンスターを使って出していくことは割とあるかもしれないですね。で、あとガガガンマンと。いう感じ。ガーガンマンも結構強くてね、攻撃表示の、モンスターに攻撃する場合3000まで、突破できるんで、結構強いです。で、守備表示だったら一応相手に400ダメージっていう、これもともと800ダメージなんですけど、400ダメージにその減少してしまったっていう、エラッタかかってるんで、かなり悲しみを背負っていますね、これはね。で、どうやって回していくかっていうと、クソむずいっす。武人。救うわけですね、今回。かなりむずい。やっぱね、環境が悪いという話はあるんですよ。やっぱどうしてもパワーが低くて、これ相当前のデッキなんで、もう1年とか2年前ぐらいのデッキなんですけども、武人のヤマトのアクセス手段がそもそもないっていうことと、やっぱライトロードを組み入れないとやっぱ墓地が肥やせないのでね、と思ったんですけど、これリミット2に来るじゃん今度。だからリミット2に来るってことは、カイトロードとかとも併用できないし、2枚しか入んないんですよ、これが。じゃあどうしたもんかなと。で、魔法の使い手に今回はして、で、魔法カードを1、2、3、4、5種類入れて、で、何引いてもなんとかできるようにしてます。まず、同胞の絆ですね。これは上振れ札なんですけども、一応、重戦士族のモンスターに打って、武人を3体展開するっていう、かなり強い動きができるよと。やっぱ、でも3枚積むと、やっぱ相当事故るんで、重戦士ないっていうパターン結構多いので。なんで、とりあえず1枚くらいでいいかなと。で、光の援軍は、やっぱどうしても、ビーストウルフとか落として展開していきたいっていうのと、これ重戦士なんですよ、ちなみに。だから、ここに、同胞を打って、ヤマトとか出すとかもできるんですけど、一応。打ったりとか、あとシンプルにライデンを落として、ルミナス持ってきたりとか、シンプルに、ライデンを持ってきて、ビーストウルフと一緒につくよみ出したりとか、そういう感じですね。で、デュアルサノンは、これ、結構優秀で、これフォトンリードも同じような感じなんですけども、手札からレベル4以下の光属性モンスター1体特殊召喚するか、召喚権を2回にするかっていうことなんですけども、これ何がしたいかっていうと、スサノオを出したいんですよ。スサノオって武人モンスターだったらいいんで、武器2個でもいけるんですよね。例えば、ハチと、ツムガリとか、サグサと、ヘッツカとかでもいけるんですよ。もちろん、この、アラスダとヘツカとかもいけるんですけど、だから意外とこの召喚権を増やすっていうのが、手札から2体武人を出してこれ出すっていう相当アドソンなんですけど、一応こいつがサーチプラスオロマイ持ってるんで、だからこれを出すためのこの札って感じですね。このくらいやってもね、勝てるデッキあんま見当たんねえっていう。だからもうそういうデッキに対抗できるように、もうね、これ入れるしかないんですよ、シンクロを。でもね、こっちの方が強いんですよね、基本的に。悲しいかな。エクシーズできる盤面でも、ルミナスでシンクロした方が強いっていう盤面めちゃくちゃあるんですよ。これ悲しいんですけどね。相当やっぱ環境が悪いかなとは思いますが、とりあえずね、スサノオを活躍させてあげたかったんで、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、エクシーズするよりもシンクロする方が強いと言われている武人を回していきたいと思うぞ。さあ、お相手の方、エド・フェニックス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、ソリッドきた、いいね。結構純粋にヒーローしてんじゃないか、この江戸は。さあ、ソリッドバイオン来た。さあ、バイオンの効果。いいですね。ファレイスに頼ってない感じがいいですね。さあ、ソリッドマンバイオンで、さあ、一体何を出してくるのか。さあ、ちょっと考えている。ちょっとバイオンってね、やっぱシャドウミストがいるとちょっと違うんですけども、シャドウミストいないとやっぱ落としてからその除外して融合をサーチするっていうのがちょっとためられますからね。何を落とすかって意外とむずいんですよね。結局今はシャドウミストがいないので、まあこれ多分シャドウミストいたらもう何にも多分迷わずにシャドウミストなんでしょうけども、っていうかそもそもなんですけれども、こんなに喋ってますけど、この手札はマジで本当にガチで弱いので、本当に即座にサレンダーする可能性があるんですけどもさ、ライアン全然ソリッドきた。でソリッド効果で、はいはい、なるほどね。ディバイン、ディバイオン効果で融合サーチか。OK。いいね。なかなかヒーローしてるじゃん。さあ、融合、OK。で、2体融合来るか。さあ、まだ来ないか。お、なになんだと、なに、貴様なかなかやるな、やるじゃないか、まさかエクシーズが来るとは。なかなかやりよる。お、来た、危ねえ、危ない。よかった、ヤマト先生来た。ヤマト先生召喚。あ、なるほど。で、同胞の絆はこれ、それなんだ、マスクかなんかかな。今マスクできないもんね、相手ね、多分ね。で、一回、アラスだと、ミカズチを出して、で、これでとりあえずターン終了して、で、ヤマト効果、これ何落とせばいいかな、対象無効の方がいいかな、対象無効の方がいいか、わかんない。まあ、戦闘でめっちゃ強くするのもありだけどね、全然。ヒーローだし。ヒーローはまあ対象取ってくる方ないかもしれないけど、まあ一応ね、マスクチェンジとか、いろいろありますんで。はい。昼目。いや、もう昼目これいらないんじゃないこれ。昼目。ソーラーエクスチェンジは最悪、ライトロード来た時に強いから、こうしとこうか。まあ多分結構、21分のなんか7ぐらい入ってるから、割と来る可能性は結構高いんだよね。今、現状で。3分の1くらいでライトロード来るから。さあ、レッドフェニックス選手どうするんでしょうか。とりあえず、俺、手が結構強いですよ、今。ドリルガイ来た。オッケー。ドリルガイ来た。オッケー。あー、殴ってくる。なるほど。それ殴ってくるのは通してもいいか。そこ殴ってくるのは通してもいいか。これマジで。納金することしかやることないからな、エクシズって。さあ、バトルフェイス入って。さあ、どうする。そっち殴ってくる。なるほど。そっち殴ってきてダメージ計算直前で、とりあえず、ホープを飛ばすことができた。これはいいぞ。ムーンバリアー打たせない。よし。殴ってきて、よし。俺、ガン決まってるんですよね、手札。はい。いや、脳筋すぎる。脳筋しかやることないのやばいって、これ。なんも引かんない。とりあえず、スサノ出しますか。じゃあ。これはもうスサノでしょ。ヤマト来たらスサノ。ヤマトはね、フィールド上に2体、いることはできないんで。さあ、2体のモンスターで、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、武人帝スサノオ、スサノオのモンスター効果を発動。素材を1つ、オーバーレイユニットを1つ使い、デッキか手札より武人機を手札に加えるか墓地に送る。さあ、武人機8を墓地に送って、そして武人機8の効果発動。武人が存在する場合、相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚破壊できる。よっしゃ、マスクシェーンに来た。さあ、ヤマトを召喚。行くぜバトル、武人帝スサノパンチ。危ねえ。このギミックね、マジでね、5年前に来てよかったと思うわ。さあ、お相手の方、ハードスプレー先生ですね。よろしくお願いします。43倍。人で。髪型が人で。昨日なんか生放送で、お、強い。昨日なんか生放送でやったんですけども、初期の髪型人で、次が、クラゲ、10代くんね。で、次、ユウセイがカニ。で、ユーマがエビで、ユウヤが、トマトっていう、一人だけ野菜が混じってるっていうことがね、判明しました。髪型に。一人だけトマトっていう。なるほど。で、これは、あー、むず。一回、アサシンライデンでもいいな。アサシンライデン先生でもいいですね。もうね、ビーストウォルフが手札に来たとき、本当にいらないから。絶望的にいらないんだよね。で、武人ヤマト召喚していく。さあ、8落ちてるから、これ通ったらいける。これ通ったら、ジンナビは、させられない。よし、通った！オッケー、危ねえ！無人機8個が、で、魔導陣破壊させたい。もう陣ナビは OK、別に。問題はない。陣ナビは問題はない。あとは、どうしようかって話だな。さあ、ここでアラスダが特殊召喚されるぞ。さあ、アラスダを特殊召喚していく。さあ、アラスダを特殊召喚していき。そして、これで一応2体と思ったから、陣ナビ1回は耐えれる。けど、まあ、陣ナビするか分かんないけど、相手が。スサノを出すとか意味わかんないことしないで、そのまま投げたんじゃん、これ。スサノを出して、陣ナビされたら、ほんと元も子もないので。で、1回、いやー、これ難しいな。ヤマト、これ結局、ヤマトの効果使っても、1個しか送れないんだよ、基本的に確定で、墓地には。幅切り持ってきて、これ。幅切り持ってきて、なんか、ビースト力もいらねえから、こうしよっか。で、アラスダ効果でワンドローワンステしていく。これでなんか引いて。あ、つむがりか、微妙だな。いやー、これ突破されんだよね、普通に。陣内だったら。もう、効果で突破するの、ほんとにやめてほしい。その、ヘツカとか、もうなんか、10枚ぐらい墓地に置いとくみたいなスキルないの？ヘツカを10枚墓地に置くみたいな。そんぐらいしないと、ほんと勝てないんだけど。無人。オッケー。魔導陣。やばい。やばい。これ、陣ナビ。もしかして、これ、ナビゲート取っとくとかいう意味わかんないことしてる、これ。もしかして。もしやの。黒の魔導陣でナビゲート OK。 いやー、これナビゲートですか、これ。もしかしてその、うわー、マジで強いんですけど。さあ、非常に強力な陣ナビ飛んできた。さあ、ブラックマーシャン出てくる。はい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 。で、これで、攻撃表示のおそらく、ヤマトが飛ばされるみたいな感じでしょうか。さあ、相当強い場面になってしまいました。これは厳しい。さあ、これは厳しいカリウ選手。あ、そっちなんですね。あ、そっちなんですね。あれ、そっち、なるほど。それはダメして、つむがりでいいんじゃないでしょうか。さあ、つむがりで、バチコリと相手の打点を、カイレーチュにしていく。さあ、なんか死んで殴ってきてくれたぞ。なかなかいいぞ。あれこれ、あなた、無人をもしかしてご存じない。これ、無人ご存じないもしかして、これ。あれあれ残りライフ200でございますけども、大丈夫でしょうか、闇遊戯選手。なんか知りませんが、なんか、謎にこれ、もしかしてこれ5年前のデッキすぎて、ご存じない。さあ、とりあえず、ライトロード、サモナールミナスを召喚していく。さあ、サモナールミナスのモンスター効果を発動。アサシンライデンを墓地に送って、アサシンライデンを特殊召喚。そして、アサシンライデンのモンスター効果を発動。墓地に2枚墓地に送って、ビーストウォルフ出てこない。ビーストウォルフは出てこない。違う。枠狭すぎなんだよ。枠狭すぎやねんで3枠って。でお前エクシーズしろよってな、エクシーズせいやってな。さあライトロボンミカエルの効果エクシーズどこ行ったおらー悲しすぎるだろこれ。ミカエルが強いだけの動画になったんだが。さあお相手の方デメリッチさんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。おっ古代珍しいな。さあ古代デッキなかなか珍しいっす。ハンドこれ微妙だな。まあ、スサノを出すか。これはスサノを出す。これフォトンリードが交互そうした。ライデン OK。 ライデン OK。 つくよみよりかはスサノの方がそうですね、さすがに。フォトンリードまず打ちまして、手札からレベル4以下の非海賊性モンスター一体を特殊召喚。さあ三日月を特殊召喚していく。そして無人アラスダを召喚。アラスダと三日月でオーバーレイ。俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。知らんだろう、これがエクシーズ召喚の実力よ。スサノオもエクシーズ召喚し、スサノオのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、デッキからこれはヤマトかなんか持ってきとく。幅利きの方がいいかな。ヤマトでいいんじゃないこれ。実はこれヤマトの方でいい説。ヤマト持ってきといて、で次のターンで構えるみたいな。これ何ですかこれ。ちなみにローズニックスか。なるほどローズニックス。はははは。なるほどですね。これ何駅だあれかな、水晶かな。なんかその古き良き何暗黒水晶みたいな ありましたよね。そのなんかフィールドに1枚そのフィールド魔法を貼るスキルと一緒になんかローズニックスとか使うみたいな。はいはいはい、なるほどね。で除外してトークンを生み出していく。で、リオン、はいはいはい。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことですね。同胞の絆。同胞の絆いらねえな。同胞の絆マジでランクモンスターにも打てるっていう仕様にしてくんねえかな。ランクなんだよな、これレベル4じゃなくてランク4だから全然打てねえっていうね。で、三日月効果。ですね、これは、幅切りあるしな、幅切りある。ゴリ押ししに行く？ゴリ押ししに行くもありだけど、難しいな、これ何持ってくればいいんだろう。サークサとかでいいかな。つむがりでいいか。つむがりでいいや。つむがり、もう納金しよう。納金していく。で、7シンクロ飛んでくんだね、だから今。7シンクロ飛んできても、とりあえず、スサノオの全体攻撃でぶち殺そう。スサノオはね、すべてのモンスターに1回ずつ攻撃できるっていう最強の、効果持ってますんで、出てきたモンスターすべてに攻撃します。まあ、プルガット量ですね。まあ全体攻撃を持っていて貫通しなくて、なんか打点が簡単には上がらないプルガトリオと、覚えていただければ。弱そう、その説明弱そう。で、デストロイ侍、これデストロイ侍、これやばくないか、これやばくないか、これ俺どうやって突破するんだ。これバトルするときなんか効果つかないんでしょ。俺これどうやって突破すんの、これやばいんだけど。待って、ちょっととりあえずサグさん持ってくる。いや、これはさすがにやばいぞ。待って、冷静に考えてくれ。これは俺は一体どうやって突破するんだ。もしかしてこのデッキなんかあれか、デストロイ侍立てられたら詰むのか、このデッキは。弱すぎないか、それは弱すぎないか。お、やばいぞ。あ、やばい。これかなりやばいこと起きてる。かなりやべえことが起きてるよね、どう考えても。これさ、デストロイ侍とかさ、アルマデスとかさ、あとトラミットのさ、キングゴレムとか、ああいうの貼られたらさ、もう突破できないんじゃない、これ実は。やばい、かなりやばいこと起きてる今俺。俺勝ち筋ないかもしんない、これ。やばい、これやばいこと起きてる。やばいことが起きているが、とりあえずなんかサグサの効果で1回戦闘とかではなんかその破壊されないみたいな効果持ってるから、1回知らない。オッケー、耐えた。なんか耐えていく。いやー、これつむがりも使えねえのかよ、やばすぎるだろ。デストロイ侍2体はもう無理だよ。どうしたらいいんだよ、これ。ガンマン出す。さすがにつくよみいく。1回おなさけつくよみあるの、これ。おなさけつくよみ出していこう。で、これで2体でつくよみ守備表示でいく。はい。で、もう全部いらねえから全部捨てよう。手札のお笑いユニットを1つ使って手札を全部捨てて、で2ドローできるっていう、なんかちょっと強そうな効果。シャッ、弱え。まだワンチャンあったんですよね、ここ。なんかねえか。でもなんかその2600を打点で超えるモンスターが出せればいけるんで、多分そのスクラップドラゴンは入ってないからあれで、まあ、ミカエルとかあったらいけるか。ミカエルとかワンチャンね。2300で、うーわ、これ環境に合ってないよ、これ。5年前のデッキだよ、これ。